こんにちは、ドクターネックスです。 Steam の方でブレソルが配信されたということで、インストールしてみました。まずはですね、この Steam の画面でストアでブリッジでやればブレソル出てきます。でポチッて押してこんな感じで、で、インストールって押してやっていくと。で、とりあえずね、インストールとか多分、なんとなくでできると思うんです。で、一番困るのが、コントローラー設定だと思うんで、それのやり方、紹介していきたいと思います。まずは、僕はプレステ4のコントローラーを今接続しております。設定で、一般のコントローラー設定。で、まあ、Xbox の人はこれだ、押すし、Switch のプロコン使う人はこれだし、とか、いろいろね、設定ができる。一般のゲームパッドとか。僕はプレステ4のを使ってみようと思ったんで、PlayStation 設定サポートというので、まあ、検出されたコントローラー。それぞれね、繋げば勝手にこうやって出てきます。で、画面戻って、で、ここから設定が全然わかんなかったのよ。で、調べました。ここ。このビッグピクチャーモード、ここを押します。はい。で、ライブラリー。で、ポチッと押して、ここでゲームを管理。ここでね、コントローラー設定が出てきました。で、こんな形で、で、僕はですね、ここ、十字キー。まあ、ここはみんな一緒でしょうね。で、戻って、通常攻撃。これが、四角が通常攻撃、スペースボタン。バツ、丸、三角で、強1、強2、強3ってしました。強1、強2、強3。ASD と、強1、強2、強3という設定にしてあります。で、本当ね、いろいろ試して、これがいいんじゃないの？キャラチェンジ。ここがキャラチェンジの2。3。で、R1 ボタン、必殺技。R2 ボタン、これが V ボタンでタッグキャラクターの変更ですね。ここら辺はちょっと余地があるな、改善の余地が。で、L を瞬歩にしました。L1 を F にして、L2、なんだっけな。あれ、俺スマホあった。L2 を U にしたんで、U はね、4番。あ、オートのオンオフ。L2 をオートのオンオフにして、っていうところですね。設定が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 個。あとあれか。ここがスタートボタン。タブキーですね。で、こっち、バックキー。っていうのを設定しました。これあれだな、フル画面にしないと、ね。あ、ちっちゃくなった。フルスクリーン。これでできてるか。はい。で、決定。コントローラーのオプションこんな感じになってて。じゃあ、やってみよう。
全部パッドでできんのかと思ったら、そうじゃなさそうで、いや、俺もまだ分かってないだけど、ブレイブストーリー。ここでね、何をしてもダメなんだよね。ここは、マウスで、ポチッと押さないといけないと。で、クエストとか。ここら辺は、スマホ版と同じ感じで動かせます。で、じゃあ実際にやってみましょう。ゲームがスタートした段階でようやくマウスでもこうやって動かせます。シュンコは正直ねマウスの方がやりやすいで、実際にコントローラーで動かすと別に本当上下左右普通に動かして強一あ違う通常攻撃は簡単にで、キャラチェンジボタンで、これは、L3 か L3 押せば変身あ交代できると。でアイゼンで四角で通常攻撃今日1、バツ。今日2、丸。今日3、三角。で、ダッシュがね、これで、なんだ、右右とか、左左で、瞬歩できたらいいのに、できなくて、ボタン。これが、これは今ちょっと、これのせいでスチームやりづらいなと思うんですね。感覚的に押しちゃうから、まあいいな。さようなら。まあこの。攻撃する分にはもう甘いな。どうしてもでは瞬歩で避けようとした時にチュチュって押してあ避けらんねえみたいになるのがボタンでも可能っていうならいいんだけど、これはアナログスティックだ L3 でこうやってもう動かせるけどやっぱり瞬歩はできない。で押し込むと変身ねキャラクターチェンジ。これだな瞬歩これでできればいいんだけどな。でここもめんどくさくてスキップボタンがコントローラーを押せないから、ここの画面になったらまたマウスでスキップって押さないといけないと。この辺がそのマウスも必ず使わなきゃいけないところが不便だね。一応この設定でここを見て一応ここにあるものはすべて設定しました。感覚的にもしプレステ4のコントローラーを使うんであればこういう使い方がいいんじゃないのかなっていう設定にはなってるんですけどね。瞬歩だけだね。瞬歩がどうしても俺はねボタンでも可能っていうならわかるんだけど移動がちょっとやりづらいね。
フアップ表示。ここは、京都の時に1から9で、チャットがいけると、まあ、チャットはパッドじゃなくてボタンの方が簡単かもね。不満点としてはそこぐらいかな。今10連無料費でここら辺のその操作の感じはスムーズでやりやすいかなとは思うんだけどね。今のところは、僕はガチャで、シーズナルの無料を1回引いて今の、ハロウィンのサイフォンが当たって、で、ハシュバルトを狙ってステップ1行って、まあ、当然出なかったってところですね。これもどれでしょうかなってね。まあ動画で紹介したように、まあ、上の方を狙ったらいいんじゃないのとは思いますけどね。引いてみちゃうかどうせだから。リルカちゃん、アイゼンちゃん、で何も持ってない場合は、でもシーズナルのキャラだな。あとまあクール14のキャラとでありシーズナルなキャラでありっていうところで考えていくといいかなと。あと押しなとりあえず押しな。早くできるか。ここら辺はちょっと古いかな。でも一応この携帯のアイゼンは選んどいて、まあ、ゲンパチとかもボルタンなしでいけるから楽かな。戻っか。これで技のアイゼンとか来そうだけどね。よいしょ。全ての人に幸せの光が降り注ぎますように。まあクール14でいいんじゃないですかね。こうするとここら辺が一気に感じ。その瞬歩がねーってところね、個人的にはそこさえクリアできれば遊べるんだけど、それ改善されねえのかな。の割り当てとして6番緊急回避っていうのがあって、9番は移動になっちゃったんだよね。そこさえあればね、ロードも早いし、画質もいいし、非常にね、面白いんだけどね。だからこそ残念かな。
春歩がパッドでやりやすくなれば面白いんじゃないかなと思います。なんかこうかな、ぜひね、そのあとは多分できると思うんだけど、これでデータ連携してリセマラがこれやるのがね、一番早いと思います。スマホでリセマラをするよりもこれでパソコンでリセマラをして出たらデータ連携して、本垢にしちゃうっていうのが一番早いんじゃないかなと思いますね。で、まあスタートダッシュガチャはやる必要ないんじゃないかな。こういうの全然もう見た覚えもなくて、72時間限定、これのキャラのためにガチャを引く必要はないですね、ないね。このガチャ引くぐらいだったら橋原と行こうねっていうね。っていうとこかな。え、フック、もう普通に買えるもんね。今のパックいいね。とりあえずこことここゲットしたいね。はい、まあ今やり時じゃねえかな。特にこのもうとにもかくにもハッシュバルトがいたらもう何でも、もうバトル何にも考えなくて倒せますから、リセマラし時なんじゃねえかな。リセマラっていうか、まあ、新規で始めるタイミングとしてはいいんじゃないかなと。で、Steam 版でやって、リセマラして、スマホ版でやるっていうのがいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。です。じゃあ、今回はここまでにしましょう。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。